月一リーグワン、今回は3月号ということになりますが、今回はですね、前後2回に分けてお送りをしたいと思います。昼更新版と夜更新版という形でお送りをさせていただこうと思いますので、ちょっとボリュームがね、作ってみたら多かったんで、ちょっとご相談をして、2回に分けさせていただくことになります。で、今回のこちら、正午、アップするバージョンの方では、全体的なお話をしたいなというふうに思っています。今日ご紹介しているのは前編の方はですね、レンヌ、最近好調のレンヌのご紹介と、それからもう一つはですね、今回フランス代表に今ちょうど代表ウィークということになっていますけれども、初招集をされました選手、ジョナタン・クラウスというですね、RC ランスの超オス咲きサイドバックご紹介していきます。そして後編の方なんですけれども、夜にアップをさせていただきますが、こちらの方では、今非常に気になっているパリ・サンジェルマンの移籍周りの話、これはですね、収録をしているのは月曜日の夕方の段階なんですけれども、その段階でのパリ・サンジェルマンのいろんな移籍市場にまつわる話題をまとめてお送りしていこうと思います。それでは月1リーグ1スタートでございます。ではですね、まず最初にリーグワンの順位確認をしていきましょう。現在国際 A マッチウィークということになっておりますので、3月の20日までの節ということになりますね。ここまで終了した段階でパリがもちろん独走はしているんですけれども、モナコに敗れまして、現状で5試合で2勝3敗という状況なんですね。でやっぱりCL で敗れてしまった、今日はその話は特別はしませんけれども、あの影響がかなり大きくを引いているのかなというふうな感じがしていて、少しチーム内もですね、いろんな形で不安の、ニュース報道が流れてきているなという状況です。でモナコが、新監督就任してパリとの初戦で3対0で勝利をしたというところはね、結構大きなニュースかなという感じがします。それから前節のビッグマッチということでいうと、地中海ダービーですね、マルセイユとニースの一戦がありましたけれども、この試合は2対1でマルセイユが勝利したということで、マルセイユが現状で2位を死守で、4位にニースと、そんな状態になっております。ニースもしばらく負けがなかったんですけれども、このマルセイユ戦で敗れて、でマルセイユもしばらく調子を落としていたんですが、こちらは逆に連勝という形になりました。でなんといっても非常に調子を上げているチームが3位のレンヌです。レンヌ現状で5連勝ということで、カンファレンスリーグの方でもデスターとやって、セカンドレグ、勝ったんですが、アグリゲートスコアで、残念ながら敗れましたけれども、そのセカンドレグだけを取ってみると勝っていますから、ヨーロッパでも国内リーグでも非常に好調ということになります。以下ご紹介している、前回ご紹介したストラスブールが5位、それからリール、モナコとこんな感じですんで、おそらくですが、チャンピオンズリーグ圏内もそうですし、 EL 圏内あるいはカンファレンスリーグ圏内というところもひっくるめて、かなりヨーロッパの、コンペティションを争う順位に関しては終盤まで結構もつれ込みそうな感じかなというところですね。さあそれではですね、今回なんですが特集一つ目、レンヌです。レンヌ現在3位というね、順位になります。16勝4分け9敗という成績で、実はですね、これ伝えなければいけないのが、得点の数なんですね。現状で29試合消化をしていて、このレンヌがですね、パリ・サンジェルマンよりも得点は多いです。得点がなんと63で、失点が28なんですね。で一方のパリは首位ですけれども、得点が59、失点27ということで、順位表を見ていただいても分かる通り、パリよりもレンヌは得失点差が上回っているという、かなり攻撃的なチームが出来上がっております。じゃあそのレンヌというチームがどういったチームなのかというところをご紹介していきましょう。簡単に言うと、今年のレンヌは非常にバランスが取れたいいチームだなという感じです。もちろん攻撃もいいですし、もともとどちらかというと守備的な戦術を取る監督さんだった、リオンでね、指揮を取っていたブルーノ・ジェネジオという監督が、去年の途中から就任をしておりまして、その効果もあってというところで現状非常に好調です。で基本的なシステムなんですが、4バックのチームで、442と433を併用しているという今シーズンの形になります。で、ゴールキーパーゴミスがちょっと指の怪我をしていて、今は実は19歳のアルムダルというキーパーが、代役を務めていますけれども、それ以外非常に充実したスカッドになっております。
特にご紹介したい選手、ざっとちょっと挙げていこうと思いますけれども、まず右のサイドバックを務めているトラオレですね。このトラオレは、まあ、ゲームキャプテンもやる、そういった選手ですけれども、非常に守備力がもともと高い。で、右足のキックも非常にいいものがあるんですけれども、今シーズンに関しては、まあ、あんまりこう、上がってクロスというよりは、若干低めの位置から、まあ、守備をある程度意識した上で、で、かつ、低い位置からのですね、地上線のパス、非常に斜めに入れるいいパスで、結構チャンスを作っているというイメージがあります。そしてセンターバックですけれども、2人で組んでいますけれども、基本的にアゲールとオマリという2人で組んでいます。オマリはこの番組でも以前ご紹介した通り、今シーズン急に出てきた安定感のある選手。で、それと組むのがナイフアゲールという選手なんですが、彼もまだそんなに年齢はいってません。25歳の選手なんですけれども、まあ、対人が強い、それから速さも兼ね備えていると。で、ディジョンで名を上げて、守備の軸としてプレーをしているという選手です。それから左のサイドバックですね、こちらはメリングという選手と、トリフォーという選手を、併用しているという形になりますけれども、まあ、共にオーバーラップが非常に得意で、結構インナーからも上がっていくようなタイプの選手です。そして中盤なんですけれども、まあ、基本的に一番守備的な中盤がサンタマリアという選手ですね。このサンタマリアという選手はアンジェですごく名を上げて、で一度ブンデスに抜かれます。フライブルク行ったんですけれども、まあ、そこから戻ってきて、中盤そこでバランスを取っているという選手です。そして、そのサンタマリアと組む選手なんですけれども、フライビアンテという選手がいます。彼と2人でダブルボランチを組む時もあるし、サンタマリアがアンカーやって、でインサイドハーフに手が入るというケースがありますが、このフライビアンテという選手はアンジェの司令塔だった選手なんですね。まあ、なので、サンタマリアとテ、このあたりは中盤で当然組んでいた経験がありますから、連携も非常にいいと。で彼はテの方はですね、まず右足のキッカーとしても能力高いですし、プラス、まあ、今シーズンあまりキッカーはやらないんですけれども、彼が動くことによって流動性がより出てくるので、まあ、中盤でいい関係性、距離感を作る上では欠かせないピースです。で、今注目をされているのが右の、インサイドハーフを務めているロブロ・マイエルという選手です。で彼、まあ、あんまりまだ知られていないヨーロッパでは、選手ですけれども、実はクロアチアでは超有望な選手と言われています。まあ、本来は若手っていうふうにご紹介したんですが、もう24歳になっちゃったんで、まあ、若手と言えるぐらいの年齢ではないんですけれども、まあ、いわゆるクロアチアの一番いいチームであるディナボ・ザグレブで、10番を背負っている選手なんですね。で彼はレフティーです。でレフティーなんですけれども、まあ、プレースタイルとしては非常にモドリッチに似ていると。非常に運動量もあります。で、プラス、まあ、元々は運動量は あるタイプでは実はなくて、あんまり走らないって昔は言われてたんですけれども、それよりも何よりもシルキータッチの左足のパスセンスが本当に素晴らしいです。柔らかいボールで、本当に際どいスペースをついていく、浮き球もそうだし、グランダーもそうですけれども、本当に素晴らしいタッチで、大体2手3手先が読めているようなパスを送るという選手です。そして右のウィングにバンジャバンブリジョーという選手がいて、まあ、彼はリーグワンの中ではもうおなじみの、なんて言ったらいいんですかね、トッププレイヤーではないけれども、毎年コンスタントに結果を残すアタッカーといえる選手で、まあ、フリーキックは彼が基本的に蹴ります。右足のフリーキッカーですね。で、プレイヤーも広くて、ウィングではあるんですけれども、結構中に入ってくるので、先ほどご紹介したフラビアンテ、あるいは、まあ、マイエルもそうですし、そういった選手とどんどん流動性を生んでいって、2列目がこうぐちゃぐちゃになっていくという感じです。で左のウィングが、マルタン・テリエという選手ですけれども、まあ、彼はリヨンでね、まあ、一度、ブレイクを仕掛けようかなっていうところで結局ブレイクはしきれなかった選手、もともとストラスブール行っていて、そこからまたリヨンに来て、で、成長したいという選手だったんですけれども、そのリヨンから、レンヌに来て、非常にいい何か一皮むけた感じがある、今まさに旬と言える選手です。彼は近々、それこそレブルーの招集もあってもおかしくないぐらいの活躍をしております。
185センチの上背があるんで、もちろんターゲット的な、仕事もできますけれども、まあ、どちらかというと神出鬼没に、まあ、あの左のウィングではありますけれども、センターもできますし、いろんな、プレーエリアに顔を出して、そこからあの非常に冷静なあの右足で、スルーパス通したり、そしてフィニッシュをするという選手ですね。彼が今すごく活躍をしています。そしてセンターフォワードは、ギラシという選手と、ラボルドという選手がいます。でギラシの方はあの大迫選手とケルンであのトップを組んでいたという選手で、アミアンというクラブに、しばらくいたんですよね。でそこでセンターフォワードやっていて、まあ、アミアン今降格しちゃってあの残念ながらリーグワンにいないんですけれども、そのアミアンで、結構中心的な選手としてやってました。でそういったところもあって今回このレンに来ましたけれども、完全なるターゲットタイプですね。時間を作ってくれるっていうタイプの、ターゲットタイプ で実はメッセンで彼がハットトリックを決めて一気に流れに乗ってきつつあります。でもう一人のラボルドですけれども、このラボルドの方はターゲットタイプだけではないいわゆる万能型のスタイルなんですが、まあ、この人の名前聞き覚えがあるというリーグワンの、フリークの方が多いかと思います。もともとモンペリエにいた選手ですね。でモンペリエではあの、まあ、今年はもう2人とも移籍しちゃいましたけれども、ドゥロールという選手と、ラボルドという選手、この2人が2トップを組んでいて、まあ、この2人がむちゃくちゃ連携が良くて、片方を取らせる片方をアシストする、まあ、そんな感じでね、非常にこういいあの連携性を持っていた選手なんですが、このラボルド、誰が相手でも、周りに合わせる能力がすごく高くて、まあ、センターフォワードでもちろん中央で体張ることもできますけど、サイドに流れて起点作って、で先ほどご紹介した、まあ、ギラシもそうですけれども、どちらかというと2列目の選手、ブリジョーが右から中に入ってくる、あるいは、左のテリエが左から中央に入ってくる、あるいはインサイドハーフのフラビアンテ、あるいは、最高、3列目から上がってくるサンタマリア、まあ、こういった選手をうまく活かすようなパスを出せるという、そういう周りを活かせる選手というところもあって、チームが非常に今有機的に機能しております。もともとこのチームなんですけれども、まずスポーツダイレクターが誰やってるかっていうと、かつてパリでもプレーをしていましたし、レンヌでも、プレーをしていた、シルバン・アルマンという人が、スポーツダイレクターを務めています。で去年まではあの前回ご紹介したストラスブールの監督のジュリアン・ステファンが指揮を取っていたんですが、昨シーズン、まあ、終盤にね、なかなかもう勝てない時期が、あったんで、そこで解任をされました、まあ、本人が、辞めるというふうな形で、まあ、退任をして、そして、元リオン監督のブルーノ・ジェネジオを呼んできたという形です。でジェネジオはあの本人が、これ言ってるのはあのペップ・グアルディオルに憧れてるって言ってるんですけれども、ただあの実際の選出は全然そういう感じのスタイルではなく、リオンでやっていた時もそうですけれども、あのどちらかというと非常にこうソリッドな守備組織を作って守備の切り替えからっていう風なやり方をします。なので、まあ、ちょっとね、そのペップに憧れてるってことは時々皮肉的に使われたりするあの監督だったんですけれども、今回のレンヌも、まあ、守備的な部分に関しては非常に組織しっかりしている印象です。高い位置からプレスをかけるときは行きますし、そこであのショートカウンター決めるケースもあれば、相手がポゼッションするとなると今度はサイドバックもしっかりと引かしてブロックを形成してコンパクトなゾーン、割と横は狭めのゾーンを作って中央を締めて、そして厚みを中盤のところで作っていくっていうのが基本のスタイルになります。であのメス戦で6ゴールを挙げました。直近の試合なんですけれども、でこの試合がもちろんね、あのゴール自体が多いっていうこともそうですけれども、あのスパンスパーンとこう間を取った選手に、それこそいわゆるバイタルのところでですね、地上戦でくさびのボールがどんどん入っていくんですね。それが結構あの縦、単純な縦パスではなくて斜めのくさびパスがすっごくよく通ってました。右のサイドバックのトラオレ、結構最近地上戦でいいパス通しますっていう風に言いましたけれども、あの地上戦でトラオレからギラシに、ターゲットタイプのギラシに対してグラウンダーで斜めのパスが通ってゴール決まったりとか、そういったことが普通にあります。ですごくいい立ち位置を取れています。でなんでかっていうと、やっぱり、2列目の選手たちがまあ、ウィンガーも含めて非常に流動的なあの立ち位置を取ります。なので相手からすると非常に捕まえづらいという選手ですね。でテリエは去年もプレーをしていて、その時は左のウィングだったんです、まあ、今年も左のウィング今やってるんですけど、その時と今との違いっていうのはどちらかというとステファン、ジュリアン・ステファン時代の、彼は、まあ、左のスペースで、ちょっとこう窮屈そうにプレーをしていた感じがあったんですが、まあ、今はどちらかというと中に入ってきてその流動性の中に
参考するんで、まあ、一応左ウィングでスタートをしたとしても、まあ、そこにいること、とどまっていることはあんまりない。で、プラスセンターに入ってもいろんな形で流動性を作るということができるというところで、本当にこのテリエの良さが発揮をされております。今シーズンそのテリエが28試合ここまで消化をしていますけれども、16ゴールの1アシスト、まあ、ですからどちらかというとテリエに関して言えば、あのフィニッシャーとして、あのウィンガーですけれども、アシストというよりはあのフィニッシャーとしてかなり生きてるなというふうな感じがします。3月フルスのリオンってありましたけれども、その時4点目のゴールだったですね、右足の超弾丸ミドルをアントニー・ロペスが守るゴールに叩き込んでおりますんで、本当に素晴らしいゴールだったなというふうに思います。フランスの U21 には13試合ほど出場経験ありますけれども、まだレブルーの方には招集ありませんので、ちょっと楽しみです。で、ブルーノ・ジェネジオ監督も、まあ、今シーズンは彼のターニングポイントになるシーズンなんだという話をしていて、まあ、このままいけば彼は代表でも活躍できる資質を備えていると。ただ彼は、まあ、今後もこういった同様なパフォーマンスを続けていく必要があるけれどもねということで、まあ、これぐらいのパフォーマンスが続いていけば、本人代表にもお墨付きあげるよっていうふうな話で、しています。で、このジェネジオ監督、先ほどもご紹介しましたけれども、1819シーズン、リオンで、このテリエを率いておりました。で、まあ、そのテリエの特徴をよく知っているということで、まあ、シーズン序盤に関しては中央に戻して、中央で彼の得点力を生かすと。で、今は左に行きましたけれども、だから、中央にギラシを使えたりとか、ラボルト使えるようになりましたけど、そこでも流動性っていうのは基本的に変わらずに、ある程度自由にプレーをさせるようになっています。そういうところがあるんで、かなりこのテリエの良さを生かしているかなという感じですね。で、このテリエを、リオンから引っ張ってきたのが、現在のレンヌの、テクニカルダイレクターのフロリアン・モーリスという人なんですね。で、ストラスブールからリオンにこの、テリエを引っ張ってきたのもこのモーリスだったんですね。元リオンの、まあ強化担当だったわけです。で、そういったところもあるんで、二人の監督さんも、スポーツダイレクターも、テリエの良さをよく分かっているという意味では、彼が非常に活かされているっていうところもありますし、あともう一つ言うと、ラボルドという、周りを活かす能力が、まあ、ドゥロールも、非常に引き立ちましたけれども、彼同様に周りを引き立てることができる、そういったタイプのアタッカーが中央にいるということが、本当にこう、プラスになっているのかなという気がします。じゃあ誰がアシストを決めているんですかっていうと、先ほどご紹介したブリジョーですね、右のウィングの選手、今シーズンはすでに10アシストですが、もう一人挙げなければいけないのがロブロ・マイエルですね。このマイエルはここまでアシスト8記録をしているんですけれども、出場時間あたりということでいうと 145.9 分に1回アシストをしています。で、このアシストの時間対あたりのアシストの多さっていうのはリーグで2番目、1番が今、メッシです。メッシの 143.3 分に次ぐ 145.9 分という数字ですので、まあ、いかに彼が素晴らしい選手かというのはお分かりいただけるかと思います。マイエルは多分まあ、今年5年契約結んで入ってるんで、レンヌとしては、まあ、当然置いときたい選手ではありますけれども、まあ、5年契約を結んでるってことは当然ですけれども、移籍をするにあたっては移籍金が当然ね、入ってくる形になりますので、そういった意味でもね、すごくいい、補強してるなというふうな感じです。今本当にレンヌのサポーターの、心を一番掴んでいる、そういった選手とも言っていいかもしれません。ヘアバンドをしている感じなんかも、まあ、左利きではありますけど、モドリッチになんかすごくこう似てるなという、そういった感じの、選手です。で、実は彼、子供の頃に、試合の、キッズエスコートか、エスコートキッズに選ばれて、その時に一度モドリッチと、手をつないで入ってくるなんていう、そういう写真がね、あったりもするみたいです。なので、なかなかね、運命的にも、結ばれている選手なのかなというところで、ぜひ、クロアチア代表好きな方は、このロブロ・マイエル、覚えていただきたいと思います。レンヌは非常に、現状で好調ですんで、まあ、今後もね、かなり、入ってきそうな感じがします。まあ、これから考えてみると、今、3位なので、CL、十分にこれ、今のスカットの充実度で言うと、狙えると思います。まあ、カンファレンスリーグは負けてしまったんで、あとはもう、完全に、国内に
専念することができるということですね。そのあたりはね、かなりこう他のチームよりもいいのかなというところがありますし、終盤に2つ大きな試合が控えていて、マルセイユとのホームゲームと最終節が、リールとのアウェーゲームで、そのもう一つ前ですね、後ろから3番目の試合というのがナントとの、まあ、いわゆる、地域のダービーですね、がありますんで、まあ、このあたりも非常に注目かなという感じです。ぜひ連の試合追ってみていただければと思います。ちなみに次節はニースとの一戦ですので、これも大注目です。さあ続いてはですね、今回デブルーに初招集をされました選手ご紹介したいと思います。ジョナタン・クラウスという選手です。リーグワンをご覧になっているフリークの方であれば、ずっとこの選手をデブルーフランス代表に招集しろというふうに思っている方が多かったと思います。最近の招集では、その招集がかかるたんびに入るかな入らないかなっていうふうにみんな思っていて、記者会見でもディディエ・デシャンに対して、クラスどうですか、クラスどうですかっていうふうに質問が飛んでいたわけですけれども、今回ついにこのジョナタン・クラウスが招集をされました。ですので、このクラウスという選手がどういった選手なのかご紹介をしていきます。まずご紹介しなければいけないのが現在の年齢です。29歳。はい、29歳ですから、もうなんていうの、若手の年齢はとっくに過ぎている選手ですね。もうむしろベテランとも言っていい選手です。RC ランスに所属をしておりますけれども、彼はですね、本当超遅咲きサイドバックとも言っていい選手ですので、彼のプロフィールをこれからご紹介していきます。まずですね、彼は、生まれから見ていこうと思いますけれども、生まれはですね、ストラスブールです。はい、前回の動画をご覧いただいた方なら、ストラスブールの場所がどこにあるかはお分かりですよね。そうです、ドイツ国境に接する町ですね。ドイツの東部にある町です、ストラスブール。まあ、今はね、川島選手も在籍をしているチームですけれども、そこのストラスブールのアカデミーで育ちました。8歳で、ストラスブールのアカデミーに入団をします。ですけれども、17歳で残念ながらトップ昇格はできずに、そのストラスブールを退団することになってしまいます。ですから、まず一番最初に言わなければいけないのは、デブルーに行くような選手なんですが、実はですね、18歳でプロになれなかった選手なんですね。で、当時そのクラウスですけれども、今と比べて非常に線が細くて体が弱かったということなんですね。で、もうトップレベルのプレーには全然ついていけないような選手だったということなんです。当時本人が振り返るには、まあ、足元の技術だったりとか、それから、まあ、頭には結構自信があったんだけれども、体に自分は全然こう自信が持てなかったと、まあ、とにかくコンタクトは怖かったという話をしています。まあ、大柄な選手がすごいスピードで迫ってくるのが僕にとっては大問題だったんだと。まあ、だからどうしても試合では臆病になってしまったんだよねということで、まあ、それではね、さすがにトップ昇格はできませんよということで、クラウスは夢が叶いませんでした。で、じゃあ他のチームに行きましたかっていうと、他のプロクラブから声がかかったわけでもなく、結局彼は普通にアマチュアでプレーをします。で、アマチュアでプレーって言っても、当然ですがお金は出ませんので、生活はしていかなければいけません。で、年齢が年齢だったので、クラウスはまず地元のストラスブールで、まあ、スポーツ科学の勉強を一生懸命 しながら、お肉屋さんでソーセージを包んだりとか、郵便の仕分けセンターでアルバイトをしたりっていうことで、生計を立てて、で、まあ、スポーツ科学を勉強して、多分将来的にはそれをやろうとしたんでしょうね。で、アマクラブで3年間ほどプレーをしていました。もう全然プロになるっていう感じじゃないですね。もう学生さんが、アルバイトをして、その傍らで、なんかプレーをしてますみたいな、そんな感じです。で、まあ、そういう感じの生活だったし、プラス、このクラウスという選手なんですが、もともとパーティー大好き、パーティーピーポーです。ですので、試合の前の日に、普通にパブに繰り出して、パーティーやったりとか、あるいは、練習に遅刻したり、そんなことも普通にあったという選手です。まあ、なので、まあ、本当に、まあ、どこにでもいるアマチュアの選手という感じです。ただ先ほども言った通り、本人が自信を持っている足元の技術、それから頭、こういったところはすごく良かったというところなんですね。で、性格も、まあ、先ほどご紹介した通りパーリーピーポーですので、大体バドの中心にいるような選手なんですね。で、彼の、実はですね、ハンドルネーム、ニックネーム、ツイッターの、ID なんかもそうなんですけれども、ジョニーニョっていうふうに言ってます。ジョニーニョ、これ
どういうことかっていうと、あのジョナタン・クロースですね、なのでジョですね、ジョナタン・クロースのジョと、あの皆さんご存知のあのリオのスポーツダイレクターの、ジュニーノ・ベルナンブカーノですね、ジュニーノとこの、2人の名前を掛け合わせた名前です、ジョニーノで、とにかく、フリーキックを蹴る選手にとっても憧れていました。で彼も実際に、試合では結構フリーキックを蹴るケースがある。でプラス、まあ、ジュニーノっていうぐらいあの明るい、ブラジリアン的な気質を持っている選手なんで、ドレッシングルームで長総額は彼が決めたりとか、彼が大体ドレッシングルームの中心で、盛り上げるタイプの本当に陽キャラタイプでございます。まあ、そんな選手だったクラウス、3年経ちました。その後、ドイツの6部リーグの SV インクスというチームに移籍をします。まあ、それでも全然なんて言ったらいいんですか、あのプロの、兆候はないですよね。6部です、ドイツ6部で、まあ、ストラスブール、先ほどご紹介した通り、あのドイツと隣合わせの町なんで、まあ、一歩国境を越えると、ドイツなんですよね。まあ、なのでそういったところで、ドイツの移籍はまあ自然流れだったわけですけれども、まあ、とはいえ、フランスとドイツでは言語が違います。でここで、ドイツ語に触れるということが後ほど、彼の、キャリア形成に大きく役に立ちます。で2015年また、5部のラウンレザープというクラブで、まあ、あのプレーをするんですけれども、そこで、ブルーノ・パテルノという監督さんに出会います。でこのブルーノ・パテルノという監督さんの下でプレーをすることで、結構厳格なあの監督さんだったということで、あの以前のそのパーリーピーポー的なあのちょっとあまりにも、だらけた生活というのが少しあの変わってきます。でそういった中で、このブルーノ・パテルノ率いる、ラウンレザープでクープ・ドゥ・フランスの試合に出るわけですね。そこでリーグワンのサンティテーヌと対戦をします。でそこで、23歳だったんですが、当時初めてリーグワンのクラブと対戦をします。もちろん彼自身はただのアマチュアの一選手です。でそういう中でヘディングシュートを決めました。で最終的にあの PK 戦までもつれて、残念ながらラウンレザープは敗れてしまうわけですけれども、この試合で、スカウトに見出されます。で2016年に3部のアベランシュというチームと、契約をします。でこの年のクープドゥフランスでは、大会通して3得点をして、さらにフルスのストラスブールと、自分をトップに上げてくれなかったストラスブールと対戦をして、最終的に PK で勝利を挙げます。そういった形でリベンジをして、で、クープドゥフランスで3部のチームで、3つもゴールを挙げたので、ここで注目をされます。スカウトの目に留まった2部の、クビリルワンというクラブに移籍をして、初めて24歳、ここでプロ契約を行います。ですから現在29歳ベテラン選手というふうにご紹介しましたが、24歳でプロ契約してますから、プロサッカー選手としてのキャリアはまだ6年目という選手なんですね。まあ、それだけ遅咲きの選手です。で17-18シーズン、このクビリ残念ながらあのルアンは、降格をしてしまうわけですけれども、この時のクラウスは非常にいいパフォーマンスを見せました。でじゃあっていうことで、もっといいクラブに行こうということで、このクビリを退団します。で代理人が、あのこの、クラウスの代理人がですね、ベルナがどれだけ興味持ってるらしいよイタリアでっていうことで、当時セリエ B の、ベローナに移籍をするなんていう話になったんですけれども、これがなんと代理人の勘違いもあって実現しませんでした。対談をしたのに実現がしませんでした。でさらに、ツバイテリーガのアルミニア・ビエフェルト、ビエフェルトが、このクラウスに興味を持っているぞっていうふうな話があったんですね。あ、じゃあそっちになんていうふうな話もあったんですけれども、最終的には、経験豊富なスイス人の選手のセドリック・ブルナーという選手が優先をされてしまって、結局彼は入団することはできませんでした。でそんな時にベラルーシのディナモ・ブレストというチームから、オファーが来ます。でこのチーム、なぜ突然オファーが来たかというと、まずディエゴ・マラドーナが、当時新会長になったばかりという、そういった状況で、プラス新しい監督だったアレクセイ・シュプリフェスキーという監督さんが、もともとお父さんがドイツで代理人をやっていて、なんかドイツにいい選手がいるらしいぞっていうことで、その当時クラウスという選手がいるということを存在として知っていました。
なのでクラーズに対してコンタクトは来たわけですね。新監督の要請です。ですけれどもこのオファーも破談をしてしまいます。なぜかというと、この、シュプリフェスキー監督が、指導陣と対立をしてしまってもう辞めると言って、チームを離れてしまって退団してしまうんですね。でその結果結局、ベローナは嘘だった、勘違いだった、でビエフェルトもダメだったということで、クビリルアンを退団した彼はどこにも行き先がない、いわゆる、無職の状態になってしまいました。せっかくステップアップしたのにという中で、失意のどん底にいるわけですね。でもどうしようもないんで実家に戻ってきました。で、いろんな電話かかってきますけれども、いやもうこんな状態じゃ電話出らんないよっていうことで、電話にもあんまり出てなかった。で、そこで、でもなんか随分しつこくかかってくる電話があったんですね。電話なんて出たくないなっていうふうに思いながら、このクラウスが電話に出てみると、なんとそれはビエフェルトからの電話でした。なんでビエフェルトが電話かけてきたかというと、実は先ほどご紹介したスイス人のセドリック・ブルナー、彼が優先をされて入団できなかったわけですけれども、彼が怪我をしてしまったんですね。でサイドバックがいないという状況が生まれて、サイドバックいないんでぜひ君やってくんないかというオファーだったわけです。ですからもし先ほど、ベラルーシの新監督が辞めてなければ、今もしかしたら彼はベラルーシでプレーをしていたかもしれない。で、辞めて逆にこの、ブルナーが怪我をしていなければ、彼は無職のままもうサッカーを辞めてスポーツワークの道に進んでいたかもしれない。いろんな運命の巡り合わせがあって、彼は晴れて BFL とに入団をします。無職からツバイテリーがブンデス2部への、一気にステップアップというふうに言えるわけですね。で、ツバイテリーが、ご存知の方も多いと思いますけれども、ブンデスは、2部もめちゃくちゃ人気がありますよね。BFL とも6万人集めるようなスタジアムでやってます。なので彼はこんなこと言ってるんですね。僕何もないところから6万人のファンの前で、プレーできるようになったんだよと。そこから彼のサクセスストーリーがスタートをします。BFL とドイツのチームです。ここで彼の最初の段階でのキャリアが行きます。彼が最初の方の時期でですね、ドイツでプレーをしていましたという話をしました。リンクスというチームですね。ですからそこでドイツ語をやってます。ドイツ語を喋るのは全く問題ないというところで、コミュニケーションに問題がなかったというところから、彼は怪我のその、ブルナーの穴をしっかり埋める活躍で、ファーストシーズンしっかりとレギュラーを確保します。そしてセカンドシーズンなんですけれども、なんと34試合で5ゴール、8つのアシスト、そしてチームも一部昇格という素晴らしいパフォーマンスを見せました。でこのBFLとの昇格とともに、ブンデスでも良かったんですけれども、翌年2020年ですね、フリートランスファーで RC ランスに移籍をします。ここでようやく、今からまだ2年前の話ですけど、そこでようやく初めて一部リーグで戦えるようになったということですね。で、当時この RC ランス昇格組のチームでしたけれども、フランケーズという非常に有能な指揮官の下で、かなり攻撃的なあのチームを作っておりました。皆さんご存知の名前で言うと、セコ・ホファナが中盤にいたりとか、それからあと、今の選手、ガイル・カクタですね、ガイル・カクタなどもいたりとか、そういったいろんな攻撃陣の中で、非常にいい働きをします。で、彼もともと右のサイドバック、フォーバックの右だったんですけれども、RC ランスでは、右のウィングバックにコンバートをされて、3バックのウィングですね、右をやって、そこで、一気に攻撃性能が開花をします。なんといっても先ほどご紹介した通り、ジュニーヌに憧れた、その右足ですね、本当に素晴らしい右足を持っています。クロッサーとしては、おそらくリーグワンで、トップと言っていいぐらいの精度を持っている。で、プラス、心肺機能の高さを持っている。で、それから、ドイツを経由していろんな苦労がありましたけれども、そこでだんだん体の強さを磨いていって、もう相手がフィジカルの強いモンスターのようなリーグワンの選手たちがやってきても当たり負け怖がらない選手になりました。で、彼面白いことを言ってます。こんなこと言ってるんですね、コンタクトについて。
いや実はね逆説的なんだけど、自分にとっては低いプレー、低いレベルで、プレーをしていた時の方が、低いディビジョンですね、5部とか4部とかそういう頃に、プレーしていた時の方がコンタクトは怖かったんですっていう風な話をしてるんですね。そういったレベルの方がよりアプローチ厳しくくるんだよと。で逆に、高いレベル、高いディビジョンでは、こういうことはあんまりない、逆に、技術的は高いレベルでやっているんで、そういった部分の不安は逆になくなったという話をして、本当にいろんな不安がなくなったところで、彼の才能は一気に開花をして、もうリーグワン屈指の、ウィングバックということになります。そんなクラースの活躍があったので、まず彼は誰だというところからスタートし、すごくいい選手だということで、彼をフランス代表レブルーに呼んでくださいというハッシュタグが生まれます。ハッシュタグクラース &ADF ということで、クラースをエキプトゥフランス、つまりフランス代表に呼んでくださいというハッシュタグですね。これが生まれて、フランス国内で、とにかくクラースがいいプレーをしたら、このハッシュタグをつけて彼をフランス代表に呼びなさい、そういったムーブメントが起きます。だけれどもそれでも、何しろ2020年に初めて一部でプレーできたような超叩き上げの選手なので、自分が代表になることはないだろうななんていうふうに思ってたみたいです。でだんだんこの運動が、現実的になっていって、でメディアもデシャンにクラウス呼ばないんですかみたいな話の質問がもう毎回行われるようになってから、だいぶ彼には重圧がかかってきました。今シーズン2022シーズンですけれども、開幕5試合で1ゴール3アシスト、非常に入りをしました。この段階ではそんなに彼もプレッシャー感じなかったんですが、だんだんですね、デシャン呼ばないのか、デシャン呼ばないのか、みたいな話が、メディアを通しても、出てくる中で、その後、ちょっとプレッシャーかかったのか、7試合でわずか1アシスト、ちょっと調子を落としてしまうんですね。で、こういう時にですね、本人は振り返ってこう語っています。いや、あれはもう肉体的な問題じゃなくて、もう完全に気持ちの問題だったんですと。招集をされるんじゃないかっていう憶測が、やっぱり自分の心をなんかこう乱してしまったんですという話をするんですね。で、それでなんとか自分の心を乱さないように自分でこう言い聞かせていたんですと。で、ガールフレンドにもそういった話をしたんだけれども、彼女がこういったことを言ってくれたんだと。泣いてしまうっていうのは弱い人がするだけじゃなくて強い人だって泣くことはあるのよっていうふうな話をして、そこでわーって泣いて、その夜ぐっすり眠れたんだと。もう次は泣くことを恐れない。もう泣くときは泣いて、だけれどもやるときは強くある。そういう自分でいるんだ。っていうふうな話をして、気持ちの部分の整理ができて、また、彼の、パフォーマンスというのは向上していきます。で、お母さんどんな人なんですかっていう話なんですけれども、お母さんジョジアンヌさんという人、インタビューにこう答えています。もちろん、息子にはフランス代表になってほしいと。でも本人はどうもそう思っていないのよと。息子は自分は代表に向いてないっていうふうに言ってるんだけれども、もしキャリアを、見るんだったら、このキャリアであればもう今の段階ではフランス代表に呼ばれてもおかしくないと思うのということで、お母さんは背中を押してるわけですね。で、こういうことも言ってます。もしうちのジョナタン・クロースが、代表デビューを果たせば、きっと世界中のアマチュアのサッカー選手が共感すると思う。そういう中で代表招集がついにされました。3月ですね。3月の下旬、コートジボワール戦と南アフリカ戦に向けたフランス代表の招集の発表がありました。で、その時に、レンヌの、あ、レンヌじゃない、RC ランスですね。ランスの、ドレッシングルームに、ドレッシングルームじゃないな、あれはクラブハウスの一室にですね、中央にこのクラウスを座らせて、でチームメイトが取り囲んで、でデシャンが名前を読み上げるっていう、そういうのを固唾をのんで見守るわけですね。でもチームメイトはもう、デシャンが、クラウスを呼ぶものだというふうに確信をしています。でゴールキーパーの3人の名前が呼ばれて、さあ次というふうになったところで、ジョナタン・クロースというふうにデシャンが読み上げると、もう水はかけるわやんやの大騒ぎになって、チームメイトがもう抱き合って喜んで大きな歓声が上がりました。
まあ、一代表選手の、まあ、もちろん初招集という素晴らしさはあるにしても、これだけの選手たちがもうみんなチームメイト一同が集まってクラブ関係者も集まって、これだけやっぱり喜びをあらわにしてくれるっていうのは、まあ、これ動画も実際に上がっているんで、ぜひ、RC ランスのオフィシャルのサイトでご覧いただきたいと思うんですけど、とても感動的な光景なんですね。で、まあ、これ、まあ、用意したっていうところからも、まあ、彼がいかに周りとうまくコミュニケーションをとって愛されるタイプの存在であるかというのはよくわかるなという気がいたします。まあ、そしてですね、当然サポーターも、彼のことを祝いたいということで、先日、ホームゲームがありましたクレルモンとのスタッドボレールデレリスホームスタジアムでの試合ですね、このスタッドボレールデレリスっていうスタジアムも本当に素晴らしいスタジアムで、RC ランスっていうのは、血と黄金が、クラブカラーで、血の赤と黄金の黄色ですね、この、クラブカラーなんですけれども、この日の試合はですね、この血と黄金の赤と黄色以外トリコロールの旗がいっぱい打ち振られていました。そうです、フランス国旗だったんですね。クラウスが初めて招集をされた、そのレブルーに招集をされたということを祝おうということで、これ別に誰が呼びかけたわけでもなく、サポーターが、自分で、フランスの国旗を持ってきて、クラウスおめでとうっていうふうにこう振るわけですね。そういう中で、彼は試合をして、そして試合が終わりました。でその後にはピッチサイドのマイクを借りて、でチームメイトに囲まれて、でこの、スタッドボレルデリジスというのは面白いスタジアムで、ウルトラスがバックスタンドに陣取るという、非常にこう中継見ていてもなんかこう暑さが伝わってくるいいスタジアムなんですけど、そこのウルトラスの前に行って、一緒にちゃんと、もちろん周りには、チームメイトもいて、そして、踊りながら、フランス代表招集おめでとうということで、この、ジョナダン・クラウスのチャントをみんなで大合唱したと。そして、サポーターが、あるいはクラブが用意したのか分かりませんけれども、フランスの大きな大きな国旗を、彼に渡して、で彼がその、大旗を振る、その写真がね、フットメルカートのオフィシャルの、サイトに、載ってますけれども、SNS にツイッターに載ってますが、まあ感動的な写真です。ぜひ見てみていただきたいという、そんな感じです。で、その後、フランス代表に呼ばれましたんで、初めてクレールフォンテーヌに行きました。クレールフォンテーヌ、フランスのね、いわゆる国立の、まあ代表の育成機関でもありますし、少年期の有望選手を育てる機関でもありますけれども、クレールフォンテーヌなんて彼行ったことないわけです。なんと言ったって、彼は、スタラスブールの、トップにも上がれなかったような、そういった選手、一時期アルバイトをしていたような選手なんですね。なんで、ガラガラと、スーツケースを引っ張りながらやってきた彼はですね、いやまだ信じられない、まだ実感湧かないんだよ。あ、でも確かにここに森があるよね。あ、クレルフォンテールなのかな、なんか変な気分だねっていう風に言いながら、で入り口、あの大階段があって非常に名物の大階段なんですけれども、あれここから入るのかな、あ、ちょっと想像と違ってたね、あ、でもなんか子供に戻ったみたいだっていう風に言って、言葉が出ないと言いながらクレールフォンテーヌに入っていきました。そしてベロドームで行われたコートジボワール戦89分、彼はレブルーフランス代表としての初キャップを踏みます。まあ、ほとんどね、プレイ時間はなかったですけれども、ようやく第一歩、ここで、クラウスの代表ストーリーが始まったということです。まあ、トップスターになりたいけれども、夢を諦めて別の道に進むという方はいます。まあ、このクラウスにしても、まあ、何かのタイミングが合わなかったりとか、何かのね、すれ違いがあれば、今彼はここにいなかったかもしれない。まあ、だけれども、しっかりと運があり、そして、そこまでの正当な努力を重ねたことによって、ここまでたどり着いたトップスターになったわけです。まあ、なので、こう夢をね、諦めずに頑張っている人たちにとっては、このジョナタン・クラウスの代表招集というのは、ものすごく勇気になるんではないかなというふうに思います。ぜひ今後、直近では南アフリカ戦がありますけれども、注目をしていただきたい選手です。ジョナタン・クロス、ご紹介をしました。はい、ということで、今回の月1リーグワン、まず前編ということで2つ、お伝えをしてまいりました。今日ご紹介したのはレンヌ、そして、もう一人個人でご紹介する選手はあえて若手ではないジョナタン・クラウス、RC ランスの選手をご紹介しました。
で後編になりますけれども夜にアップをしますが、こちら側では、パリ・サンジェルマンの現状の移籍に関するまとめをしております。あくまでも噂レベルのまとめになりますけれども、ぜひご覧いただければと思います。それではこの辺で月1リーグワン前編お別れです。